競技会場を一宮町の釣ヶ崎海岸からいすみ市の台東海岸のエリアに誘致しようと、世界で活躍する一宮町の出身のプロサーファー大原博人さん19歳と稲葉レオフさんが PR 活動を展開しているということなんですが、これ一宮町のふるさと大使でもある大原さんが16日、まあ、町長そしていすみ市長らと大会組織委員会の森喜朗会長を訪ねて誘致実現を訴えたというニュースです。で、このお二人はですね、一宮の小中学校の同級生ということで、共に自宅前が海、なんとも羨ましい環境、それはもうサーフィンしますよね、幼い頃からね。もう小学生の頃からサーフィン始めたんですって。それは僕もサーフィンやるんですけどね、やっぱあのローカルキッズたち、キッズサーファーたちものすごい上手いんですよ。で、まあ1週間後とかに同じそのスポット、に行くと、まあ見違えるほど成長したりして、子供たちの吸収力に驚かされるんですけども。で、この2人中学2年生でプロ選手となったと。はあ、国内外の大会で活躍で、稲葉さんは一宮を拠点に世界を転戦で、大原博人さんはあれですよ、昨年全米オープンで優勝。もうこんなね時代が来るとは思わなかった、日本人のサーファーが全米のサーフィン大会で優勝しちゃったというね、ニュース話題になりましたけども、古きから、まあ、昔からよく知るライバルだということなんですけども、こういうふうにおっしゃってますよ。その外房がサーフィン会場になれば最高と、大原さん、稲葉さんも、この地域はパワフルで安定した波が特徴、ね、ということなんですけども、確かに僕もあの一宮の方とかサーフィン行くことが多いんですが、割とね結構定期的にパワフルな波がやってきて、あそこの本ポイント波ないかなって思ったりすると一宮の方に僕行ったりするんですけど、やっぱりこのサーフィンというね、まあ、自然相手にする競技だけにやっぱり安定的に定期的にやっぱ波来ないと競技にならないというところで、そういう意味ではね、この一宮とかこういう場所っていうのは最適な場所かもしれませんね。ということで今日はですね、サーフィンの誘致の会場の誘致のお話、千葉レポでお伝えしました。